はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、GK です。今日なんですけれども、今日は24シーズン J1 第24節終了時点を参考としての後半シーズン注目の選手は誰だということで、各クラブ振り返り企画やっていきたいと思います。さあ、今回はアルビレックス新潟編やっていきます。よろしくお願いします。はい、ということで、まあ、新潟もね、ちょっと苦しんでる方なのかもしれませんが、まあでもね、結構新顔の選手とかがね、活躍してたりとかして、まあ24シーズンは24シーズンなりのね、楽しみ方が、まあできるクラブなんじゃないかなというところで、まあいろんなね、の移籍とかもありましたし、まあちょうどね、この動画を撮ってる前の日かな、に、橋本選手かな、ね、ベルじゃない。ボルティスのね、徳島のね、移籍してきたりとかね、結構明るいニュースとかもね、入ってきたりとかしてまして、さあ、ここからどうなるんだとね、いうところですよね。はい。ということで、まあ、ここまでの、まあ、出場実績とかね、まあ、そういったのをしっかり見ながら、まあ、後半シーズンね、グレードアップしたりとか、まあ、期待ができる選手、カードというのをしっかりと上げていったりとか、まあ、あとはチーム内のね、得点争い、アシスト争いっていうのはシーズンオフの限定に関わってくるところの、まあ、すごく大事なところですので、まあ、今現在のね、途中経過がどうなってるのかというのをしっかりと確認をしながらね、まあ、後半シーズンに向けてのお話とかもね、させていただけたらなと思います。よろしくお願いします。はい、ということで、じゃあ早速ね、ここまでの実績等を振り返っていきたいんですが、じゃあまずはですね、チームの成績を確認をしていきましょう。こちらです。はい、ということで24節終了時点でのチーム成績なんですが、7勝7分け10敗、得点32、失点37、現在15位という数値になっております。はい、ということで、まあ、ちょっと失点が多いのかな、得点に比べてね、まあ、マイナス5というところになってますが、まあそうね、ちょっと負けが込んだ時期もありましたけど、こんなに負けてるイメージないんだけどなそんな負けてるっけって感じするけどね。まあそうね、もう、まあでもそうね、今15位だからね、まあちょっと苦しんではいるよね。まあどうしてもやっぱりその、去年とかで言うと、まあ伊藤亮太郎選手とかもね、いなくなったし、まあ本間志音選手じゃない、水戸俊介選手とかもね、移籍したりとか、まあしてますので、まあちょっと戦力をね、どうにかやりくりしながらの戦いっていうのはね、ここ1、2年ぐらい続いてると思うんですけど、まあでもそれでもね、しっかりと、まあ本当に、超えちゃいけないラインはしっかりと超えずに、まあ、耐えてるという言い方が正しいのかわからないんですが、まあ、耐えれてるというのはね、まあ、一つやっぱり、まあ、大事なところですからね、ここはね。まあ、やっぱり、今シーズン見ても、まあ、今シーズンは今シーズンで活躍してる選手が、まあ、いますし、さらに、まあ、成績上げてきてる選手とかもいるので、まあ、当然ね、小島選手筆頭に、まあ、藤原選手、小島選手というところが今結構、ね、新潟の、まあ、看板みたいなところになってますけど、まあ、そこだけじゃなくね、まあ、他の選手たち、まあ、新加入の選手たちも含めてなんですけど、まあ、活躍してる選手ね、見えてきてますので、まあ、ぜひね、そういったところが、もっとね、うまく交わってくれると、まあ、成績もね、伸びてくれるんじゃないかなというところですよね。はい。ということで、まあ、ここからの後半シーズンね、耐え時になると思いますが、まあ、ぜひね、ここから、まあ、いいきっかけをね、掴んでほしいですね。はい。ということで、今のチーム成績は以上となります。はい。じゃあ続きまして、ここからは、チーム内のね、選手の出場実績トップ5というところを確認をしていきましょう。こちらです。はい。ここは1位から5位ご覧の通りに並んでまして、まず1位が秋山選手ね。はい。24試合23先発の2067分出場。2位が藤原選手で、23試合23先発の2063分出場。3位が小島選手が19試合19先発の1710分出場。4位がマイケル・ジェームズ選手で18試合18先発の1607分出場。5位がトーマス・デン選手が18試合17先発の1527分出場となっております。はい、ということで、ここね、1位秋山選手ね。まあ、一旦、あれプレミアだったかな？プレミアとかで80ぐらいで確か限定出てましたけど、まあ正直この成績見るともっと上でもいいよねっていうのは、まあ感じる人はいるんじゃないかなと思いますね。まあでもあれはね、登場する時期が早すぎたってやつね。まあ J クラあるあるです。で、後半シーズンになって限定になってくると、85平気で超えてくるパターンね。なんかそのパターンに乗ってる感じはするけどね、あの出方はね。はい。ということで、まあ後半シーズンね、当然ここは、まあレギュラーのグレードも上がるだろうしね、まあ限定目も期待高まる選手の一人かなと思います。で、2位がまあ藤原選手ね。まあ、ここはもうすでにね、いい限定。まあ、今回出てましたけど、フォーカスのプレイヤーね、今出てますけど、まあ、これぐらいの評価。まあ、もともとグレード92ぐらいのなんかイメージあったけどね、限定でね。
うん、まあ、一皮向けて95以上というところにしっかり入ってきて、まあ、ジェイク・ラメンさんのね、評価も上がってきてるということで、まあ、今後もね、楽しみな選手の一人だと思います。で、3位が小島選手ね。はい。まあ、小島選手もね、まあ、ここね、まあ、今現在、レギュラートップグレードの選手でもありますし、まあ、ただね、ここまで限定がないっていうのはちょっとね、違和感があるんですけど、まあ、どこで出てくるんでしょうね。まあ、ガーディアンなのか、フォーカストプレイヤーなのか、まあ、わからないですけど、もしくは他の限定なのか、というところで、まあ、初限定がね、今年初限定が楽しみに待たれる選手ですけど、まあ、出たところによってはね、当然、金肌級のカードとか狙える選手だと思うんで、はい、ここは期待が高まってるんじゃないかなと思います。で、4位がジェームズ選手ね。まあ、ここもね、まあ、ベテラン系の限定は強いし、まあ、当然ね、ガーディアンとかこういう守備型の限定、まあ、フォーカス系とかもね、この成績だったらあり得ると思うので、今年はね、去年以上に期待できるんじゃないですか。去年はちょっとあんまりね、いいカード出てないんじゃないかな。一昨年ぐらいはね、結構出てたと思うんですよね。グレード90ぐらい行ってたカードとかあったんじゃないかな。って感じがしますけど、まあ、それこそ J2 のベスト11とかにも選ばれたはずやからね。という年だったら、まあ、いいカード出てたんですけど、去年はちょっとね、元気なかったと思うんで、はい、今年またいいカードが出ることを期待しましょう。で、5位にトーマス・デン選手いるんですね。まあ、ここもね、レギュラーの85以上っていうのは結構安定してきてますし、まあ、あとはね、限定で80、90の壁っていうのはとりあえず超えてくれるかどうかというところが、まあ、今の、まあ、そうね、見物になってるところかな。はい。まあ、生命線というかラインというか、まあ、これを超えてくると、まあ、やっぱり今まで以上に出るカードというのは期待できると思いますし、まあ、楽しみなね、選手でもあると思いますんで、まあ、トーマス・デン選手まだまだね、意外と若いからね。ということで、まあ、これからもね、期待できる選手じゃないかなと思います。はい、ということで、ご覧の5名がね、トップ5、占めておりますと。まあ、後半グレードにもね、期待できる選手たちだと思うので、しっかりと押さえておいてください。はい、じゃあ続きまして、チーム得点王アシスト争いをね、じゃあ確認をしておきましょう。こちらです。はい、ということで、まずは得点王争いなんですが、1位が谷口選手が7ゴール、2位藤原選手4ゴールということで、まあ、3ゴール差でありますが、谷口選手優勢ですね。はい。まあ、開幕戦からのね、あの素晴らしい、まあ、シュートから始まり、ここまで7ゴール積み上げてますが、まあ、谷口選手もね、結構今年復活の1年になってますね。まあ、今年もね、ここまで、まあ、月間ベスト取って、グレード99のカードも出てますし、まあ、フォーカスもすでに92ぐらいかな、のカードとかも出てきてるので、まあ、今年ね、結構、まあ、吹き返してきた選手だと思いますけど、まあ、これからのカードもね、まあ、ストライカーの枠とかも可能性ありますし、まあ、そうね、シーズンオフの限定の可能性もここ残ってるということで、まあ、非常にね、まだまだ期待ができる。まあ、なんならベストゴール取り逃した人でも、まあ、チャンスが来るんじゃないかっていうカードが来てもおかしくないね、選手の一人だと思いますので、まあ、ぜひ注目してみてください。で、藤原選手はね、4ゴール上げてるんですよね。まあ、これトップスコアラーとか取ったら面白そうやけどね。さすがにね。まあ、一応ね、過去に、まあ、ディフェンダー系の選手が取ったこともあるんですけど、まあ、どうしてもシュートスキル1個持ってきてましたけどね。まあ、それはどうなんだろうね。うまくごまかしてくれればいいけどね。まあ、セレクト枠とかになればね、ごまかしてくれそうですけど、ならなかったらね、スキルついちゃいそうだからね。まあ、今の、その、例えば、フォーカスドプレイヤーとかに勝てるようなカードは出にくいだろうね。はい。ということで、まあ、谷口選手が取ってくれた方が、新潟札幌の人からすると、まだ希望はあるかなっていう感じですね。はい。で、アシスト争いね、ここは競ってますね。1位が、今、多分2人並びかな。高木義明選手と小見選手が3アシストで並んでるんじゃないかなと思います。で、当然まだ3アシストなので、まあ、これから残りまだ14節ぐらいあるので、まあ、ここにね、新たに争いに加わってくる選手、もしくはま、2アシスト、1アシストとか記録してる選手が重ねて抜いていくパターンというのもあると思うので、まあ、まだまだ正直ここはちょっとわからないかなというのが現状かなと思います。まあ、今のところこの2人が、ま、優勢だと思って、ぜひ見ていただけたらなと思います。まあ、今後の、はい、アシスト争いにも注目が集まるんじゃないでしょうかということで、まあ、特にね、小見選手あたりはね、まあ、高木義明選手はね、結構グレード高い経験ありますけど、まあ、小見選手なんかはね、ここでアシストグッと重ねて、トップグレードにね、近づくぐらいのね、カードとか出てくれたら、それはそれでめちゃくちゃ価値高いと思うんで、はい。まあ、小見選手の方がどっちかというと注目度高いのかもしれないし、いやいや、高木義明選手を更新したいですよという人もいると思うんでね、まあ、これはどっちが取るかっていうのはまだ決まったわけじゃないんですけど、そのプラスアルファの選手たちでね、争いがあるので、まあ、どうなるか、ぜひね、注目してみてください。はい、ということでここまでは、第24節ね、終了時点での、チーム成績、個人成績等をね、振り返ってきたわけですが、
じゃあこれらを踏まえましてですね、後半シーズンに、まあ残りの前半シーズンプラス後半シーズンに期待ができそうな選手というのを6人ピックアップしてきましたので、最後に紹介して終わりたいと思います。じゃあまず1ページ目見ていきましょう。こちらです。はい、ということでここはまず1人目はまあ秋山選手でしょうね。まあ今こそレギュラーのグレード高くないですけど、後半シーズンどこまで伸びるのかっていうのは一つ注目。まあ85以上まで急にいかないかもしれないですけど、チャレンジ周回できない圏内ぐらいはあるかもしれませんね。はい。で、まあ今の活躍がシーズンオフまで続いて、かつ、まあ来シーズンとかもね、しっかりと安定した活躍をしてくれると、まあ来シーズンには結構グレードね、いいとこ行ってるかもしれないね。で、今年の限定は結構期待できると思います。この後半とかになると特にね。ということで、レギュラーよりはまあ当然こうね、限定になってくると思うんですけど、まあどれぐらいの評価まで上がるのかっていうのは一つ、まあ注目どころかなと思います。で、2番目、小島選手ね。まあここも当然注目に上がってきますね。まだ今年限定出てない。で、今のレギュラーがグレードが93。まあ、ほぼほぼ、まあ、多分出てきたら、まあ、金旗枠にはなると思いますし、まあ、セレクトもね、全然見えてると思うんですよね、セレクトスキルのね。というところで、まあ、出方によっては、まあ、リーグ面で強いカードなのか、クラチャン面で強いカードなのかというのはちょっと割れると思いますけど、まあ、ここはね、まあ、どっちでも、まあ、楽しみなカードが待ってるんじゃないかなと思いますので、まあ、当然前半シーズンの残りからね、まあ、後半シーズンに向けて、まあ、どこで出てくるかちょっとわかりませんが、まあ、注目度は高いと思ってください。まあ、多分前半のうちに一発は出ると思いますけどね。まあ、フォーカスドプレイヤーなのかガーディアンなのかというところで、まあ、ちょっと分かれるかなと思いますね。はい。で、3番目、こう、ジェームズ選手ね。マイケル・ジェームズ選手。はい。まあ、ここね、挙げさせていただいたのはいくつか理由がありまして、やっぱりね、限定面でね、特殊限定強いね。まあ、特殊限定というか、その、バンディエラとかね、そういうベテラン系の限定とかもちょっと強いからね、登場機会が結構ありそうなんでね、今年ね。で、そういう意味では、ガーディアンとか正統派の限定で出てくるかどうかっていうのはちょっと怪しいんですけど、まあ、フォーカスドプレイヤーはじめ、そういうね、バンディエラとか、まあ、そういったところですよね。がなった時に、まあ、やっぱり可能性がありそうだなと。まあ、それこそ、まあ、マジスティックとかまでワンチャンあるのかな、とか、そういうベテラン系の限定ね。とかも、まあ、強い選手なんで。はい。出た時は、今年の活躍だと、まあまあ、いいカードまた出てきてくれそうな雰囲気もありますので、まあ、ここは、まあ、いい素材持ってる人はね、今年チャンスなんじゃないかなと思います。はい。じゃあ続きまして2ページ目見ていきましょう。こちらです。はい。ここは4人目になりますが、左からトーマス・デン選手ね。はい。まあ、ここもね、まあ、近年、ここ1、2年ぐらい。まあ、いや、2年ぐらいかな。まあ、安定してると思いますので、グレードもだんだんね、落ち着いてきて、まあ、今のね、この85から88ぐらいのレギュラーというところが、まあ、前半シーズンでもね、しっかりと定着してるということは、まあ、当然限定面で出た時はね、もう1個上とか、まあ、全然狙えると思いますんで、まあそういった意味でも注目だし、まあやっぱり89以上の限定というところがとりあえず出るかどうかというところと、まあ出た時のカードの強さだよね、当然ね。ここが、まあ今シーズンの、まあ注目点かなとは思いますね。はい。まあそろそろでもレギュラーも結構85以上のね、期間が長くなってきてるんで、レギュラーからの当たりっていうのも全然狙えると思うんですけどね。まあそういったところもぜひね、合わせて注目してみてください。で、5番目。ここね、まあ、名前が一切出てこなかったんですけど、長倉選手かな。はい。まあ、結構やっぱり新潟の中で今注目度高い選手の一人なんじゃないかなと思いますけど、まあ、得点数とか3得点とかにね、収まってはいるものの、まあ、そうね、結構存在感あるよね。まあ、去年のね、後半シーズンとかもちょこちょこ名前上がってましたからね、まあ、期待、まあ、そもそも、まあ、新潟サポからの期待が高そうなんですけど、まあ、やっぱりね、まあ、すごいね、ステップアップを経験してきて、まあ、J1 にね、ここまで来て、まあ、J1 でもね、しっかりと存在感示せて活躍してるところを見ると、まあ、今年というよりは、これからかな。楽しみな選手であるんですけど、まあ、後半シーズンの出来によっては、まあ、後半シーズンにね、勝負できるようなカードが、また出てきてもおかしくないと思いますね。まあ、一応、群馬時代に85以上は一回経験はしてるんだけど、まあ、J1 でやっぱ出るのとはちょっと重みが違うというかね、やっぱ評価のされ方が違うっていうのはちょっとあると思うんで、はい。まあ、これだけね、結構、まあ、特にレギュラーとかの評価はそうなんですけど、まあ、結構タレント揃い、まあ、新潟もね、結構上の選手しっかりしてますから、安定してきてるので、まあ、そこにどれぐらい割って入れるのかっていうのは、ここ1、2年ぐらいで、まあ、ちょっと見ていきたいところかなと思いますね。はい。まあ、タイプ的には急激に評価上がってもおかしくない選手なんで、まあ、ここは注目どころかなと思います。まあ、今、チャレマ周回も確かできるんじゃないかな、長倉選手ね。ぜひね、キラ狙いしてみてください。で、あと最後6人目。はい、ここ、小見選手挙げさせていただきました。
さあ、小見選手ね、まあ、ここまで結構今年はね、出場機会得てましてね、トップ5に入ってくるぐらいの、はい、実力を保持してるわけですけど、まあ、やっぱね、今年、結構ね、アシスト争いとかもしてますし、まあ、得点面に関してもね、まあ、すでにゴール、2ゴールぐらい上げてたかな、2、3ゴールぐらい上げてんじゃないかな、ぐらいの活躍はしてるので、まあ、小見選手の中でも、まあ、近況1年に関しては、ここまで今シーズンが一番いい可能性のあるね、シーズンじゃないかなと思います。まあ、やっぱり小見選手といえば、どっちかというとジョーカー的なイメージ、が強かったんですけど、今年はしっかりと先発から起用されてますので、まあこういうのがね、1、2年、あとまあ来シーズンとかに続いていけば、よりね、グレードも安定してきて、まあいいカードが、まあよりね、出やすくなる選手の一人かなと思いますので、まあ今年結構大事ですよね。で、来年しっかり入っていければ、まあ特に、まあ来年はね、もっと期待できると思いますので、まあ当然この残りの後半シーズンでもね、いいカード出る可能性がありますので、ぜひね、注目してみてください。はい、ということで、今回は新潟の、第24節終了時点での振り返りやっていきました。いかがだったでしょうか。まあここはね、まあやっぱり新潟のちょっと面白いところって脇山選手かな。今年結構ね、しっかりと出場機会得てまして、まあポジション的にも中盤かな。まあここ結構やっぱ大事だからね、J クラもね。まあいいカード出てきてくれると。はい、まあね、まあ、やっぱ新潟の中盤って言ったら、まだ高選手のイメージが強いと思うんですよ。はい。そこもまあ塗り替えるぐらいのね、いいカードが出てくれると、まあ盛り上がるんじゃないかなと思いますので、まあ前半シーズン一旦ね、プレメで81ぐらいで出てますけど、まあ後半シーズンになるとまたちょっと査定変わると思うんでね、あの成績だとね、まあ85以上というところも見えてくると思いますので、まあ特に後半シーズンの限定のね、ところに引っかかった時に、どれぐらいカードがいってるのかっていうのをね、楽しみに待ってほしいなと思うし、まあ当然ね、新加入選手とか、まあそういったところの活躍というところも、まあ見えてはいるものの、どっちかというと既存の選手の方が強かったりするチームでもあるからね。まあそこの選手たちの、まあ昨年以上のカードっていうのを期待しながら、まあ後半シーズンね、楽しみというのも悪くないと思いますので、ぜひ誰のどういったカードが出るか注目してみてください。では今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。コインで失礼します。バイバイ。